はい、どうもこんにちは。インスタグラムで使えるフレーズを投稿している熊田と言います。よろしくお願いします。はい、今日もね、動画撮影していこうと思うんですけど、今日は4月14日の金曜日ということでね、皆さん1週間お疲れ様でした。僕もね、今1時ぐらいなんですけど、これ終わったらちょっと、夜までレッスンが開くので、カフェとかに行ってね、作業しながら進めていきたいなと思ってます。で、昨日ですね、僕は自分がやってるオンライン英会話と、もう一つのね、英語コーチング、2ヶ月で、自分の基礎を固めて文章で話せるようになることを目標にするコーチングっていうのがあるんですけど、それのね、告知というか、今ちょっと空き枠があるので、もし興味ある方はコメント欄にメールアドレスと URL 貼ってるので、もしよかったら連絡お待ちしてますっていうのを言ったんですけど、夜中までそのねコメント欄に書くのを忘れてまして、で気づいてね、夜中1時か2時ぐらいにうわやってんと思って急遽書いたんですけど、なのでね、最初のうちに動画見られた方はね、それ見れてないと思うので、今日は忘れないようにね、コメント欄にまた貼っておこうと思うので、もしねレッスン受けてみたいとか、今体験レッスンとかね、コーチングも体験のレッスンとかもさせてもらってるので、もし興味ある方はね、メッセージ送ってもらえたらと思いますっていう感じでね、ちょっと昨日に引き続きになってしまったんですけど、今日もねあとちょっとだけ30秒ぐらいお話しして英語の話に移っていきたいなと思うんですけど、最近ここ2、3日ぐらい黄砂とかね、かなりまあ話題になってますよね。僕もこう外出ると結構空がもう黄色ばんでてというか黄ばんでるっていうのもおかしいんですけど、でもうなんかね花粉症もあるんであんまり外出ない方がいいかなと思ってたんですけど、まあそういう時ね、英語でもこう黄砂ってなんて言うんやろうとかっていうのをね調べてみると、例えばイエローダストとかイエローサンドっていう感じで出てきたりするので、もしねこれ特別なイベントごとがあったらね、調べる癖つけていくと英語力もね上がっていくので、ぜひ皆さんもね試してもらえたらと思います。っていう感じでね、今日も英語の話に移っていきたいなと思うんですけど、じゃあ今日は何の話をしていくかというと、皆さんまずこの単語を見てほしいんですけど、これ、聞いたことある方結構多いと思います。どのように発音するか知ってますか？これよく皆さんね、comfortable っていう感じで発音される方多いと思うんですけど、実はこれそういう風には発音しないんですね。これ英語では comfortable、comfortable のように発音します。この for の部分が for ではなく、もう下唇の粘膜あたりを噛んで、そのまま空気を出すだけのイメージ。comfortable のような感じになります。これね、よく comfortable って言われる方多いので、それもね、覚えてもらえたらと思います。で、ちなみに意味としては、まあ、快適だとか、心地がいいとかっていう時によく使ったりするので、ぜひ皆さんね、今日も例文たくさん用意しているので、その中で使いながら覚えてもらえたらと思います。はい、そしたらまず一つ目なんですけど、一つ目の例文が、この靴は快適だ。この靴は快適だ。なんかね、新しい靴を買ったりして、この靴めちゃめちゃ履き心地いいんだっていう時の快適だっていう時ですね。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、These shoes are so comfortable. These shoes are so comfortable. のように言うことができます。まずね、これ、この靴はということで、These shoes を使ってます。で、これもね、説明していこうと思うんですけど、靴って一つのペアでも二足ありますよね。なので、基本的に靴って表すときは、These shoes のような感じで複数で使うんですね。なので、この靴って言いたい場合も、これ、These shoes ではなく、These shoes になります。なので、それに応じて be 動詞も is から are に変わるので、These shoes are になります。で、その後なんですけど、そのまま快適だを置いてあげたらいいので、so comfortable のような感じで置きます。ここのね、comfortable のとこもぜひ皆さん発音も意識してみてくださいね。で、他のところで言うと、この these の部分ですね。これも日本語で言う these とか z の音ではなく th の音になるので、上下の歯で下を挟んで these shoes になります。なので、these shoes are so comfortable のようなイメージですね。で、この comfortable、さっき言った F のとこもそうなんですけど、この最初の CO の部分ですね。これもどちらかというと、あの音になります。なので、comfortable のように発音してもらったらいいかなと思います。最後の L の部分はね、これ O っていう感じで伸ばしてもらったらいいので、ルにならないように、舌をね、上で弾かないように注意してください。comfortable ではなく、comfortable のイメージですね。はい、そしたら引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、あなたと一緒にいると落ち着く、あなたと一緒にいると落ち着く、これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、I feel comfortable when I'm with you. I feel comfortable when I'm with you.
のように言うことができます。これも説明していくと、まず落ち着くなので、これ言い換えると、まあ快適に感じるとかっていう感じで言うこともできますね。なのでここでは、I feel comfortable のように説明してます。で、何々な時、あなたといる時なので、私があなたといる時、つまり when を使って表現します。その後は私があなたといるっていうのを入れたらいいので、I'm with you を使います。で、これもね、説明していこうと思うんですけど、この feel の L の部分も先ほど言った comfortable の L と同じですね。feel っていう感じで下を弾くんじゃなくて feel。このダーク L っていうのは基本的に歯の前歯の裏側ぐらいに下を押し当てて、その状態で喉からうーの音を出すイメージです。お、お。その時にね、口はリラックスした状態でほんの少し開いてるイメージですね。お、お。これが力入ってしまって、おーとかになると feel。なんか違和感がありますよね。feel, feel. 本当にリラックスするイメージです。なので、I feel comfortable の感じですね。で、この L、まあ、つかなくても OK なので、もしつけるのがね、難しかったら、喉からうーの音を出すイメージをしてください。comfortable, comfortable のイメージですね。で、次の when I'm のとこなんですけど、N、子音で終わって次、I、母音なので、when I ではなく、when I になります。なので、when I'm, when I'm になります。で、次の with、これもまた th の音になるので、上下の歯で舌を挟んで、with, with になります。これがね、with にならないように、with と発音してください。で、そのままくっつけていくと、with you, with you のような感じになります。はい、そしたらね、引き続きいこうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、あのホテルはかなり快適だった。あのホテルはかなり快適だった。これもね、旅行に行ったりするとよく使いますよね。これなんていうかわかりますか？これ語で言うと、that hotel was quite comfortable のようにことができます。これをね、まず見ていこうと思うんですけど、まずあのホテルは、なので、that hotel になります。で、その後は過去形なので、何々だったを意味する was を置きます。で、かなりとかっていうのはね、quite を使ってよく表すことができるので、quite comfortable のようなイメージになります。一つ一つはね、ちょっと難しいんですけど、構文自体は結構シンプルな構文ですね。で、これも発音を見ていこうと思うんですけど、まず、that の部分ですね。あのって意味するのは th なので、これも上下の歯で舌を挟んで that, that のような感じになります。で、次の hotel なんですけど、これ日本語だと hotel って言いたくなるんですけど、後ろにアクセントがきます。で、quite なんですけど、これも t の音で終わってるので、quite comfortable のような感じで、最後のね、t が聞こえないことが多いです。t っていうのはね、破裂音って呼ばれる音になるので、単体で終わったり、もしくは次に子音が続いてるときは音がなくなることが多いです。逆にね、母音が続くときはリンキングして音がひっついて発音されることが多いので、そこもね、注意しながら練習してみてください。はい、そしたらね、引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、それが私の生活を快適にする。それが私の生活を快適にする。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、It makes my life comfortable. It makes my life comfortable. のようにことができます。このメイク作るじゃないの皆さんわかりましたか？メイクには刺激動詞っていうのがあって、何々させるって意味になったりするんですね。例えば、それっていうのが何かものを表してると、それが私の生活を快適にさせる。メイク目的語形容詞とかってすると、目的語の部分を何々にさせる、形容詞にさせるとかって意味になります。なので、今回の場合だったら、makes my life comfortable なので、私の生活を快適にさせるっていう感じで使うことができます。なので、it makes my life comfortable. これでね、それが私の生活を快適にさせるっていうのを表すことができます。で、これも先ほど説明した it の発音の部分、t、破裂音の t で終わっているので、次、子音が続いているので、その時は t の音なくなります。なので、it makes のようなイメージになります。はい、そしたら今日はこんな感じで comfortable の発音の仕方と使い方について紹介させてもらいました。これも日常でかなり使うので、ぜひ皆さんも発音の仕方も覚えて、正しく使ってもらえたらと思います。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.